大鉄十字章1914年章をつけたヴィルヘルム2世とパウル・フォン・ヒンデンブルク。大鉄十字章はプロイセン及びドイツの先行勲章である鉄十字章の等級である。鉄十字章はナポレオン戦争、普仏戦争、第一次世界大戦及び第二次世界大戦時の4回制定され、大鉄十字章の等級もその都度設けられていた。大鉄十字章は戦争の勝利に貢献した上級将官のみに授与される鉄十字章の最高章であり、4度の戦争すべてを通しても18名の者が受章したにとどまっている。ナポレオン戦争と第一次世界大戦時には格別の功績があった各1名には大鉄十字聖章が追贈された。第二次大戦後は制定されたことがない。大鉄十字章をつけたフリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ビューロー。1813年のナポレオン戦争の際に、初めて鉄十字章が定められ、その最上級勲章として、大鉄十字章が定められ、次の5人が大鉄十字章に受章した。ザクセンのアルベルトを1870年の普仏戦争の際に、プロイセン王国は再度鉄十字章を制定した。この戦争では大鉄十字聖章は授与されなかった。受章者は以下の7名である。大鉄十字章をつけたヴィルヘルム2世、第一次世界大戦開戦後の1914年8月5日、プロイセン王国の伝統に従い鉄十字章が制定され、その一等級として大鉄十字章が制定された。この戦争で大鉄十字章を授与された者は次の5名。大鉄十字章1939年章1939年の第二次世界大戦勃発にあたり、ナチスドイツが鉄十字章を再度制定し、大鉄十字章はその最高勲章であった。受章者はヘルマン・ゲーリング国家元帥ただ一人であり、1940年7月19日の元帥任命式において授与された。なお、ナチスドイツは大鉄十字聖章も制定していたが、受章者はいなかった。ありがとうございます。